この前の日曜日の夜か、ライブ配信してる時に、かげろう日記書いた、道綱の母とか、友康の娘とか、かねえの妻とは言わへんだやね、これね、うん。で、この人がですね、なんでかげろう日記書いたんか、という話でね。私はね、 カネイに捨てられってじゃないかな。カネエさん最近行ってくれへんし、寂しいなぁということで書いたんやという説明したらですね。いや、このカゲロ日記というのは、上流階級に嫁げて、嬉しいというその体験を書いたんという説もあるんやってね、いうのが出てきてね。うん。で、私、そんなもあるんかと思ってですね。で この頃の結婚制度なんかを研究している、あの、女の先生、ちょっと今、本がないから名前わからないけど、うん、その先生の方をね、2冊読みました。なあね、かげど2書いたことについてもね、えー、書いてありましたが。当時のね、結婚制度のことについても書いてありました。日曜日の特に出てきた2つの説ね、カネイのような、上流階級の人と結婚できて嬉しい。 という気持ちで書いたのもほんまやし、そやけど最近金井が来てくれへんかって、来てくれなくなって寂しいなという、両方とも正解なんや。で、そこでね、二つまた考え方出てきますよね。どうしてね、上流階級の男と結婚できる、つまり身分をさ、身分差を超えてね、なぜ結婚できたんかっていうことが一つ。それから、 男の方に、がね、帰ってこなくなるんやという、それはなんでかという、この二つについて説明をしていきます。まずね、楽しい話は置いといて、その上流階級のという方からいきますね。平安時代っていうのは、だんだんこう、せいとね、家柄がね、確定してきてね、で 同じ家柄同士で結婚していくようになっていくんですって。それで、平安時代の、えー、初めの方ね、その頃はね、恋愛なんかごっつい自由でね、男と女も好きなようにですね、ひっついて離れたりしとったから、で家柄もあんまり関係ないですね。好きやったらすぐにですね、一緒になるし、赤方別れようという。それがだんだんですね、 あの、家ができてきてね。で、もう一つ、男がですね、財産を持つようになって、で、男の財産を子供に伝えたいというふうに考えたときに、そこでですね、この女が産んだ子供はほんまにこれ俺の子供かいと、男がですね、考えるようになって、そこでですね、女性の 不倫浮気というものはいけないということになってきたんです。あれ、男が、男の財産を本当の自分の子供に伝えるために、女は浮気したあかんということになったんですって。あ、そうかと。うん、で、その過程でねあの、家柄が同じような人が結婚するようになっていって、 で、道長の場合、あれ、あの、道長の家も金江大臣です大臣家で。で、道長の嫁って、林氏さんは、智子さんは左大臣の娘で、で、明治さん、明子さん、あの人は失脚したとはいえ、左大臣、源高明の娘ですから、大臣家の御曹司、道長が、大臣家の娘と結婚してるんです。あ家がピタッと合ってるんですね。 ああいう形になっていくんですって。で、その後の日本って大体家柄合わしていきますよね。ただ、徳川将軍系と摂関系とかね、いう風にね、価格合わせて結婚するようになっていく。道長の結婚ぐらいからそういうふうになっていくんだそうです。で、この時代、その過渡期なので、えー、この カゼ日記の作者の家っていうのは、小 C ですから、初代部の家で、金谷さんは大臣の家ですから、ランク上なんですね。苦行の家に、突げたと。いうことで、苦行の世界を見ることができた。えっ、ー、と、道長、<laughs> 道長と、それから、真ひろ、四季部の場合は、 これに近いパターンなんですけど、道長大臣で、えー、っと、四季さんは五位の家ですのでね。だけど、道長の時代になると、そういう結婚はだいぶ減ってしまって、実際、道長は四季部とは、関係はあったかもしれんけど、結婚はしてない。 死去部は道長の女や、という、<laughs> そういう記録はあるみたいやけど。で、それって、あの、妻と、これなんね。で、道長は、妻は二人で、けの方はね、七八人おったそうです。 で、どうして、あの、で、この、こっちの、目かけの方ね、今の、今の呼び方すると、これって、宮廷に使える助監が多くって、で、関係があるとですね、この人たちから情報がもらえて、かつ裏切らへんでしょだから、まあ、指揮部と道長が、もしも、 関係があったとしてもですね、妻ではなくて、妾の方に入る。で実際に、えー、道長と四季部の間にそういう関係があったかどうかはね、あるともないとも言えないらしいですけどね。でね、えー、っと、だんだんだんだね、一夫、えー、っと、 単婚家族というか、一つの家に男と女がワンペアで住むというふうになっていくつあるんですが、道長の場合は、最初からそのパターンでした。道長と臨死さんが同じ家に住む。これが制裁。 メイスさん、これも妻なんですけど、かけではないです。で、こっちも妻なんやけど、こっちの方が格上。つまり、平安ちの結婚って最終形になるとどうなるかというと、性的関係のある女性は、妻とかけに分かれる。 で、妻は両方とも妻なんだけど、その中で同居している、一緒に住んでいるのが一番ランクの高い妻で、で、従って、道中の場合でも、林さんとの間に生まれた子供と、芽生さんの間に生まれた子供では、出発点からして差がつくんですね。例えば、寄り道って、小五位下からスタートしてますが、 ここね。で、よりは15位上からスタートしています。ということは、こちらの方が1ランク上でスタートするんです。で、娘の方もね、りんさんが産んだ娘は全部天皇と結婚していますが、めいさんの方の産んだ漢士さん、この人は厚明ら親王妃で終わっています。やはりね、 制裁の子供の方が優遇させてるし、それから、あの、どっか行くときにもですね、林さんと一緒に出かけるんです。で、明さんの方にも行くんだそうですね。で、道長ってね、むちゃくちゃ豆な人で、えっ、ー、と、林さんと明さんと会う数は一緒にしとったそうです。林さんのとこにいるんやけど、明さんのとこにも豆に通う。 だから、うんとね、面白いと書いてましたよ。メイさんの産んだ子供とリンさんの産んだ子供を見ていくと、大体同じ年に生まれてるんや。<laughs> だから、道長は、リンさんもメイさんもね、両方に変えようとたことが分かるって書いてありました。確かにそうかな。<laughs> そうですかね。994、994、995、995、999、999 99 99というふうにね。 道永リンさんと子供作ったら、明さんと子供作って、というふうにしていたみたいですね。と。目かけになるのは女性の側のメリットがあったのでしょうか。あ、多分ね、経済的なメリットじゃないでしょうかね。のいろんな経済的なお手当がもらえるんじゃないでしょうか。あ、それで。では、はじめの方 では、ともさんの方から行きたいと思いますね。で、この、金家の妻であった、あの、二人いるんですけどね、時姫さんと、に聞かげろに着替えた人と。これ、どっちがですね、生産になるかっていうのは、どんなして決まるかというと、家側を見たらね、少子位。こっち、重子位ですからね。 家柄から言うと、こっちの方が高いんですよね。あともう一人。愛の恩方という人がいて、この人もっと上かな。でもこの人のなんかランク低かったらしいですけどね、妻としては。では、影道日記書いたこの女性は、これすごい美人になったらしいです。で文学的才能もあったらしいです。にもかかわらず、で、家柄もですね、そんなに劣ってないのに。 なぜ時姫さんに制裁の知恵を、制裁の手を奪われてしまったか。それは人恵に産んだのが男やった。時姫さんは女の子産んだんです。長子さんと戦士さんと。で、摂政とか関白狙う男にとっては、まず娘がいるんです。その娘を 天皇に受代させて、で、王子が生まれたら、その王子を皇太子から天皇にすることによって、自分が政権の座につくわけだから、まず女の子がいないことにはどうにもならないですね。で、道長の場合でもですね、一条天皇のところにね、少子を送り込むのに、 苦労してるんですってのは、少子が育つのまたかあかんからね、道高の娘、亭子がまず一条天皇に受担して、で、これに対抗するためには自分の娘を送り込まなあかんねんやけど、道金の娘、この人も一条天皇に行くんですね。だから兄貴のね、子供から天皇のところに受担していきますよね。で、それに対抗するためにはですね、 自分とこの娘がいないことにはどうにもならないので、道長が、一条天皇の後継者レース、皇位継承者を作る競争に参加できるのは、少子が子供を産める年齢になってからなんですね。で、まず、子供が産める娘がいないことには、勝負に参加できないです。 で、天皇に受大してですね、で、妃になる人をですね、そういう候補者を、妃、えっと、サキが、ね、って言うんですって。で、この妃金キ,キが、ね、天皇に受大して王子を産む役目を持つと期待される女性。この、この娘がいないことにはどうにもならないので、 で、ときひめさんの方が、長子さんと戦士さん、二人、産んだので、ここと、ここですね。従って、カネイの方としては、長子さんと戦士さんが、まあとスイスさんもいますけど、長子さんと戦士さんが、主力部隊なんですから、主力部隊を産んだときひめの方が制裁になる。で、 男しか産まへんかった、この女の方にはですね、ま足が、えー、遠のくというか、らしいです。そう女の子産むのは強いんです。で、もう一例挙げますね。これ、道高ですで。道高の場合も、高階の高子さんと、 その藤原の森人の娘と言いますけど、これどちらもですね、初代部の家の娘でね、家柄から見ると、高階の高子さんが絶対的優勢というわけではない。道長の場合は、林氏さんが圧倒的です。なんせ、親父左大臣ですからね。これはもう、道長の家よりも、 源正文の方が家が地位が上ですから、これは林さんが圧倒的に、初めからはもう制裁で決まりなんですが、高明、明,明さんもね、高明が出却せえへんかったらね、でも出脚しちゃってるのでね、親父がね。で、これに対して、道高の場合は、どっちが制裁になるかわからへんかったんです。 で、高島隆子さんの方が、まあこの人ね、能力も高かったらしいですけど、で能力が高いということで、道高が惚れ込んでですね、妻の一人に加えたんですが、結果的に高島隆子さんが精細の地位を勝ちだたのは、定子産んだからです。道高は、定子と原子と。まあ特に定子ですね。この、この女の子を使って、一条天皇、 のですね、王子を産んでもらって、で、自分の地位を盤石にしようとしたので、亭子を産んだ高階の高子、この人が制裁の地位を勝ち得たと。そうすると、女の子を産めなかった、かげ道日記の作者は、制裁にはなれなかった。まあ、市綱君ね、あんまり。 能力なかったらしいですけどね、ま、それが息子の出来が悪かったことが原因ではない女の子を産めなかったことが「かげど日記」の作者にですね悲しい人生になっちゃったとでもねかなりもね道綱がね元服するまではね結構通ってたらしいですで道綱がね元服したところでまあな俺もな お前に息子を作らせたけど、産ませたけど、その息子がね、ちゃんと元服して、で、助釈するとこまで面倒見たからな、<laughs> ということで、ほんで、遠のいたんですって、通っていくのが。で、私、寂しいなぁ、ということで、この、友安やその娘は、かげ日記を書いたと。で、それから、 もう一つのね、大人形の男と結婚したから、大人形の生活ってこんなんや、ということも体験して、まあ、それをね、書き込んだと。それが影尾日記らしいです。ところで、この人ね、すごい美人で文学的才能あったのに、金家が来るのをね、待ち焦がれげるだけでね、金家が あちこちに妻作って、もちろん、ね、こう、妾もあちこちに作ってますからね。私もね、この美貌を生かして、いろんな男と不倫しちゃおうと考えへんかったんかという問題が起きるでしょ。でね、この時期、あの、元々は男もともとは男も女もね、好きなように恋愛しとったんです。伊勢物語の頃はね。それがだんだん、 さっきの事情で、男の方が俺の財産を、本当の俺の子供に残したいから、女の方に対して、あの不倫ペケよというようなことを要求し始めた。でも、それって不当でしょ男の方はあちこちね、女作ってね、遊び回ってんのに、女の方はずっと家におらなあかんのかいというね。 あ、生産になった人はいいですよ。時姫さんとかね。あるいは、高島高子さんとかね。道長の嫁の林さんとかね。あれはもうがっちり構えてれいいんですけど。あ、それでもね、時姫さんでもね、林さんでもね、ムカッとはするらしいです。道長またあっちこっち行って、でね。ただ、それはぐっと抑えてね。一家の女主人として振る舞うらしいですけど。 でそこでですね、でも、男の方はあちこち女と付き合って、女の方はあちこち男と付き合ったあかんって、やっぱり不当な感じしませんかで、さ不当やってね、私も遊んだろうってやつが現れるんですって。それがね、この人、あ、じゃこの人、泉式部。泉式部。 濃い大きい女って言われてね、立場のミストだと結婚して、で、子供できたのに、あと、ためたか新郎っていうのかな、厚道新郎とか、じゃこっちの新郎とですね、遊び回ってね、で、最後、冬のまさと結婚して、まあ、ここで落ち着くらしいですけど。あ、ちょっと待って、で,で、泉式部さんですけどね、だから泉式部の生き方というのは、 え男と女も両方自由やったのが、男は自由やが、女はですね、不自由になってきたときに、私も自由に生きるんじゃという生き方を選ぶと、泉式部のになるんですって。うん、でこれは、平安時代の前期においては当たり前の生き方やったんやけど、平安時代後期においてはですね、こういう方、少,少なくなってきたので、泉式君は。 異業き女と言われるようになっちゃったんだそうです。はい、それで。源の正信、道長の義理の父であり、親王の子供で死政皇族になりますが、彼のような死政源氏は当時、半分皇族の順ずらの認識はあったのでしょうかあ、そうですね。うん。それはあったみたいですよ。 やっぱり、現時点ね、現時であの固まってますからね。うん、でも、嫁さんの家の価格で男の出世が決まったりする時代ですしね。嫁さんの家の価格で男の出世が決まる。何ですかね。 基本的には、この、道高とか道長とか金家とか、このクラスまで行くと、自分がどこまで上がれるかというのは、自分の父及び自分の姉妹が天皇にいかに食い込めるか、ですよね。別段、あの、道高の場合、えー、っと、 高階の高子が妻になっているから、これ高階家だから道高が関白になるのに不利ということはないと思いますけどね。まあ、義理の父親がね、力が強い方が支援はしてもらえると思いますけど、別に高階の高子さんでも道高関白になってるしね、と私は。 思いますけども。あ、天皇の場合は、あ、これはお母さんか。天皇の場合は、お母さんの格でね、天皇になれ、あの皇太子になれるかとか決まりますけどね、王子さんの場合は、天皇の場合はね。源氏物語にも制裁の紫の上は幼女明石の中宮のしっかり出ています。制裁だから中宮の母になっている。ですね。 紫の上はあ、そうですね。うん。妻、たくさんいるんだけど、制裁っていうのはやっぱりいるんですね。うん。それは当時の結婚制度なんで、私、この前のね、あの、かげ日記の作者は、なんで、うん はげずに書いたんですかというね、話聞いて。そういや、そんなことを書いてた本を読んだことあるなあ思って探し回って、あったあった、これや、これや、言ってね。うん。で、それ読んでもう一回整理したら、今、話したようなことになりましたで。今日のとこはそれぐらいかな。そ、そんだけ予習しましたよ、ということで。 高橋さ,さんの話は前にしましたね、これね、在原の成平とね、えー、西宮の浮,浮気という風評があって、これが厚安親王が天皇になれるかどうかというところでね、引っかかってくるという、まあ、そういうのも別にあの中野関白家か、没落せんかったらね、この風説なんか関係ないんでしょうけど。 うん、娘を産んだ人が制裁になるって、これは面白いね、平安時代のね、大臣クラスの家の場合はね、それは私あの、本読み直して、読み直してね、そうかって思いました。